父と息子がなんか書いてみた企画。何考えてくれた？何か、うん、今日はまずね、野菜シリーズだよ。野菜？何の野菜？今日はごぼうだよ。ごぼう書くの？あ、書いたことないね、ごぼうは。ごぼうを書きますか。ああ、縦にするじゃん。ごぼうか。横だとさ、完全に埋まんないじゃん。あ、埋まんない。じゃあ、行きましょうか。俺が想像していたのと同じだな。マジか、親子だね。俺もあのそういう感じの顔にしようって今思って。あ、そうなの。別にすごいキャラクターっぽくしなくてもいいんだよ。本物のごぼうみたいにしてもいいんだよ。ゲーケースだよ。そうだ、蝶ネクタイをつけてみるか。なるほどね。俺もできた。俺名前も書く。名前、うん、名前ごぼうなんじゃないの？うん、はいはい、ごぼうって書くってこと。うん。あ、分かった。俺もじゃあ書くわ。こう、棒から入る。なんで棒から入る？棒になるの？ただの棒になるぞ。そうだね。棒を決めに、決めに書こう。ごぼう。君のごぼうはあれだね、ちょっと可愛らしさも残ってる。これちょっとやんちゃっぽくね。本当だ。蝶ネクタイつけた。蝶ネクタイです。ちょっと上品だよ。上品って知ってる？知らん。うん、知らん。いや、俺もなっつったら上品をなって説明したらいいんだろう。ちょっとわかんないけど。なんでごぼう書こうと思ったの？野菜だから。いや、だからもっとあんじゃん、いっぱい野菜。でも今日はこれが思いついた。あ、そうなんだ。確かにごぼうって書いたこと全くないもんね。書いたことないやつを、書いていこうと思う。なるほどね。あ、それいいんじゃない。だからもう書いたことあるトマトとかは出てこない、なるほどね。でも別に書いたことあってもさ、全く違うものを書けばいいんじゃない。あー、それもいいかもね。今度とかもそういうやつもやろうか。上からね、こうやって重ね塗りしていくとね、割といい感じになる。ちょっとそれ赤っぽいね。なんか頭から血出てるみたいな。ちょっと違う茶色にするわ。父はできましたよ。これ。本当だ、父はできた。よし。できた。はい。息子もできた。息子へ。息子ごぼう。これがあれでしょ。親子のごぼう親子。ごぼう親子できました。今回は初めて
親子で一緒に〇〇を書いてみた企画をやってみましたけど、どうでしたか？結構いい感じ。いい感じ、楽しかったね。うん。いやー、なんか初めて書いた。じゃあみんな、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録、いいね、コメントもお願い。